はい、皆さんこんにちは、月です。です今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございま す, います。連休が明けまして、はい、何すっけっていう話なんですけど、はい、今日はですね、ちょっと楽しみさんが、まあ、竹やぶの方がですね、無事ちょっと一角がパーッと開けましたので、その後の展開、まあどっちに攻めていこうかなっていうのがもうあると、頭の中でない。あ、ないの、あ、それどっちにしようかなっていう話気分ですね。それはまだちょっと決まってないみたいなので、はい、まあその予定の進み方としては候補があるわけよね。なので今日は今後どのようにちょっと竹やぶをこう整備していくかっていうところをちょっと楽しみさんにですね、一緒に竹やぶに入りながら話をしてもらおうかなと思っておりますので、まあ、ゆるゆる動画ですが最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。じゃあ最後まで楽しんでいってください。行きましょう。はい、じゃあまずはこの開けたところですよ。ちょっと行きますよ、行きますよ。すごいね。あの、皆さん見てると思う。見てるんだけどさ、見てるんだけどさ、なんていうと、コメントでもね、楽しんさんのアングルとはまた違った見方がして分かりやすかったですとかいう方もいらっしゃるからさ、私もこの感動を一緒に味わいたいわけですよ。これ台所からですね、ちょうど見えるんですよ、この風景が。もう違うよね、違う場所みたいだよね。いやー、明るくなりましたよ。もう向こうまで丸見えです、ここに立って、ね、だから今本当楽しみさんが立ってるとこまで全部竹やったっちゃもんね。そうそうそう、このこれが今竹を集めてるエリアのこの角までは全部竹が立ってたので。でも私がちっちゃい頃はね、うん、多分この状態だと思うんだよ。あ、こういう景色だったってこと。そう、あの琵琶の木が見えてたから、ちっちゃい、私ちっちゃい、ちっちゃい時やから、うん、小学校、うん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 、低学年か 1,2 年とか、うん、保育園ぐらいの時に琵琶の木を見てたのよ。庭からってことでしょ。そうそうそう、そのばあちゃん家から見てたから、うん、っていうことはさ、この状態だよね。このだって見えなかったんだもんね。そうそうそう、琵琶の木があるの知らなかったから、このここですね、ちょっと分かりにくいんですけど、ちょうどこの鎧張りの建物がある、ちょうどこのここら辺の木です。ここが琵琶の木なんですけど、ここまで全部竹やぶに隠れてたから、こう隠れてたわけですよね、こんな感じで庭からは。でこれが開けて見えるようになったっていうことは、こういう景色だったんだろうね、もともとはね。こんだけ広かったんだよ。わ、すっげえマジで明るいもん。だからもうずっと放置してたからさ、うん、もう一気に全部、まあもう全部竹が伸びてたもんね。じゃあね、進んできたっちゃろうね、侵食してきたっちゃろうね。いや、すごいね、竹の力ね。すごい、竹怖い。いやー、明るい。いかがでしょうか、皆さん。この感動、楽しんでいただけましたか、楽しんさんの動画で。じゃあ、今後はどっちにじゃ進んでいくかっていうところで、まあ、わかりますかね、こう鎧張りのところ。背景はですね、ここプルシートがかかってますが、奥の方になります。なんで、まあ、以前から、まあ、問題になってたこの電線エリアですね。電線エリアの方に今、こうずっと進んできてます。で、次はどっちに行きますか。そうですね、もうここをちょっと全部取りますね。あ、こっち、うん、ちょっと行きますね。よいしょ。はい、なんで廃墟左手側になりますね、進んでる方を。でもここから見たらさ、結構果てしなく感じるじゃん。果てしなく感じる、感じるよね。うん、めっちゃ感じる。怖い。ここから見たらそうでもない。ちょっと待ってね、そこまで行くのにね。よいしょ、まだこの辺は葉が新しいから。ここから見て、ここはちょうど鎧張りのエリアですね。最初の頃、あの、なんとかゲームができそうだね、サバゲーができそうだねって言ったエリアの方よね、の方に行くと、あー透けてるね、本当やね。そうそうそう、もうちょっとじゃない、ちょっとわかるかな。言うたらこっちに攻めていくってこと。そうそうそう、ここはさっきちょっともう果てしなく感じるとこだったんですけど、ここがほら、あの前穴開けたもん、
かな。あー、トンネルね。一回トンネル来たよね。台風で崩れてて。そうやね。あー、そうやそうや。ここがここトンネルしたね。開けて、こっちに攻めて、こっから攻めていこうかな。左。わかりますかね。ちょっとだけ奥が、奥のあの小高い丘の部分が透けてますね。なんでここ一回トンネル開けたところなんで、また一区画できてんだよね。言うたらここにね、うん、ここのエリアが一つちょっと区切りがついてるんですよね。じゃあここを次攻めるってこと？そうそう、こっからね、こう。こっちから攻めないと、うん、ここから攻めないと竹がね、うん、倒れるから電線に。うんうんうん、こっちからこう攻めていかんといかんと。立ってる竹に支えになってもらうってこと？そうそうそう。ああ、なるほどね。まあ結構上が、こういう感じで。でここは枯れだけが多いから。多いね、絡まり合ってるね、うん、じゃあ切るのはそんなにないのかな。多分ね、100本ぐらいじゃない。そこまでなんかで多そうな感じが。でかい竹だから。そうだね、太いね。倒れるのが、あと落下がちょっと怖いね。本当、こことかひどいもん。ひどいよね。で次ここが終わったら、こっちやね。んこっちが終わったら、ここの区画が一つ終わったら、こっちがね。であっちのもう畑までまっすぐ。あー、一回ズドンってまっすぐ行きたいね、あっちの道路までね。こっちね、こっちからですね。ここから、ここがちょっと一区切りになってるので、これじゃあこっち行ったらさ、あの裏のガードレールに行きそうだね。そうだね。これちょっと想像つかない、わかりますかね皆さん。ちょっと私が以前裏側をねお届けした時のちょっと想像してほしいんですけど、この裏がガードレールの手前やね。ガードレールがあって、奥が透けて見えてますねっていうところ、まだちょっと手前のあのいっぱい竹がごちゃごちゃしてたところだ、のところにつながるよね。裏の道にじゃあ裏のコンクリートの道路の部分にここ突き抜ければようやく新しい道が見えるかもっていうところですね。はい、ということで今見てきましたけども、まあなんとなくね、区切りがちょっとずつついてるね。なんでまずはちょっとこの間通したのトンネルと、今切ってきたところの橋までの一つのエリア、でそこが終わったら今度はようやくあの裏の道が見える時が来るかもしれないですね。でもちょっとそこだいぶまだ密集してるよね。もう激しい ね。だからあの道路側からですね、あ、裏が見えてますねっていうのはまだまだちょっと奥の、その言うたらビワの木ね、それこそビワの木とか杉の木があるエリアが透けて見えてたみたいだったので、あの裏側から見て、あー、そこちょっと通れるかもしれんですねっていうところからまだ距離があります。だから一番裏から見て混み合ってる暗く感じた竹やぶの始まりの部分のところにつながるのかな。にしてもでもまだちょっとして登ってるよね。なんでここが一区切りで、そこからまたこの奥の方に攻めていこうとしてるみたいなので、畑の方にですね、でここがですね、あの小高い丘の方のに向かってだいぶ登ってるんですよね。でこんだけの密集エリアなので、ちょっと先が長そうだね、その次の目指すところはね。はい、はい、なのでちょっとまだまだ先は長そうですが、まあ、1年はかかるね。まあね、そこに行くまでにね、うん、新しい道が見えるまでにね、ちょっとまだかかりそうだけど、でもここまでね広げてきたから、いやー、ここがでもストーンってなるまでが早かった気がする。そうだね、なんかこう、うん、区切りをつけてからがすごい早かったかな。だからこう場所場所で決めていった方が気持ちが違うね、うん、違う違う、うん。奥の方はさ、もう闇雲にこうちょっとずつ攻めてる時はこう終わりが見えなくてね、あれやったけど、だいぶこうね、自分の中でもね、こう目安を決めて目標を決めてできるようになってきましたね。まあ無理せず怪我なくでよろしくお願いします。ということで今回はですね、今後の楽しんさんの、竹やぶ整備の展開についてお伺いしました、はい。まあ多分ですね、これも今の気持ちなので今後変わりそうだよね。そうですよちょっとやめてあっち行くわとかありそうだよね。飽きたらね飽きたらそういうこともありえるので、はい、まあ、また気長に応援していただけると嬉しいかなと思っております。ということで、はい、もしよろしければ高評価、温かい楽しんさんへの応援メッセージいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。